レオナード・スタントン初代順弾尺ジョージ・レオナード・スタントンは、アイルランド生まれのイギリス東インド会社の役人である。中国への外交団の公式記録をまとめた。アイルランド西部のゴールウェイ県のカルギンズで生まれた。フランスのトゥールーズのイエズス会の学校で学んだ後、モンペリエ大学で医学を学んだ。東インド会社に医師として雇われた後、 ホームに展示、1779年に、グレナダで、ホーム長官に任じられた。生涯、親しく付き合うこととなる、グレナダ総督、マカートニー伯爵に従って、1784年に、南インドのマイソール王国のティプースルターントの和平、交渉団の一員に加わって、インドを訪れた。1785年10月に、アイルランドの順団尺に助せられた。 1787年に王立協会フェローに選ばれた。1793年にマカートニー伯爵が率いる中国との外交団の事務長に任じられ、マカートニー外交団は通称の面では中国の情報を得ることができなかったが、多くの中国に関する情報を得ることができた点で評価されている。帰国後、スタントンが公式報告書の編集者となり、 マカートニー伯爵や中国までの航海を指揮したエラスムスがウアーの論文を編集した。王立協会会長のジョゼフ・バンクスが図版の選択と制作の手配を行った。1881年にロンドンで没した。第2代順弾爵を継いだジョージス・タントンは12歳の時に父親の中国派遣に同行し、後に東洋学者となった。オランダ語訳された。 アンオーセンティックアカウントオブアンエンバシーフロムザキングオブグレートブリテンツーザエンペラーオブチャイナのズハンスタントンは植物の学名で命名者を示す場合にジョージ・レオナード・スタントンを示すのに使われる。ありがとうございます。